はい、今回の動画は、Excel の折れ線グラフで、横軸の項目名を目盛り線の真下に表示する方法をご紹介します。で、どういったことかというと、Excel でですね、標準の状態でですね、折れ線グラフを作成をすると、まあ、今回ね、この折れ線グラフの方にですね、この縦の線を入れたので分かりやすいと思うんですけども、この横軸のですね、今回で言うとこの1月から12月のこちらのですね、項目ですね、こちらのね、項目がですね、この目盛り線ですね、こちらのですね、中央にね、来ているのがわかると思います。 でこれで良ければもちろんねこのままでもいいんですけども設定を変えることによってですねまあ、それぞれのメモリー線のこの真下にですね項目名を持ってきてで今回はですねこのマーカー付き折り線にしてますねこのマーカーもねこのメモリー線の上にね持ってくることができますそれでは早速その設定方法ですけどもこの横のね項目軸の上のところですね今回で言うとこの1月から12月のねこのどこでもいいんで上のところでマウスを右クリックしてもらってこの軸の書式設定というところをクリックします はい、そうすると、画面の右側にね、この軸の書式設定の画面が出てきますんで、この軸のオプションのですね、この軸位置というところですね、こちらがですね、標準の状態だと、このメモリの間というところにチェックがついてますんで、メモリの下に項目名を持ってきたい場合は、この上のね、メモリっていう方にチェックをつけてください。はい、そうするとね、このグラフの方を見てもらうと分かるようにですね、まあ、それぞれの軸の真下にですね、項目名が来て、このね、マーカー付きお礼さんなんで、このマーカーもですね、この軸の上にですね、表示させることができました。 まあちょっとしたですね表示のですね違いではあるんですけどもまあ特にねマーカー付け折れ線なんかにした場合はですねこのね折れ線のねこのマーカーがですねしっかりと軸のところにあった方が見やすくね感じるっていうケースもあると思いますんでこのね軸の位置の調整がですねできるということもですね設定の一つとして覚えておいてもらえるといいと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました